アラブの冬は2010年代前半にアラブ世界で巻き起こったアラブの春がその後権威主義体制や絶対君主制に回帰したり内戦状態が続いたりイスラーム過激派が活動を活発化させたりしたことで事実上挫折したことを指す言葉。ワルシャワ大学の学者たちはアラブの春は2014年を境に完全にアラブの冬へ移行したと分析している。 各地でのアラブの冬の様相は、他地域に及ぶ内戦や安定の欠如、経済と民主主義の交代、民族、宗教間対立の激化といった形で現れている。ベールートアメリカン大学の研究によれば、2014年までにアラブの冬に関連して25万人以上が死亡し、数百万人が難民になった。その中でも、2014年から2019年まで、 労働をもって大規模な活動を続けた過激派組織やイッセルはアラブの冬を象徴する存在だったと言える。アラブの冬は中東、北アフリカのアラブ連盟諸国で起きたシリア内戦、イラクでのイラク危機とそれに続く内戦、エジプトのムハンマドムルシー政権の崩壊とムスリム同胞団弾圧、CC 政権成立、リビアでの革命後の内戦やイエメンの風刺、 派クデターと内戦などが挙げられる。2013年6月3日に、エジプトでクーデターが起き、革命前に似た権威主義体制が復活し、市民の自由権が再剥奪されたことは、軍部の冬と呼ばれ、アラブの春の先が見通せなくなり始めたことを示す、最初の事件だった。リビアでは革命を経て台頭した数々の軍事組織や部族の間で交渉が決立し、 内戦に突入した。シリア内戦が飛び火した、レバノミア2013年に大規模な反政府騒乱が起きた、バーレーンも、アラブの冬の地域に含まれる。2012年以降続いている、マリ北部紛争も、しばしば、イスラム主義の冬と呼ばれる。アラブの春の短所となる革命が起きたチュニジアでも、アイスセルが活動しており、アラブの冬と関連付けられている。 2011年6月、中国の副丹大学教授、張正しためが、アラブの春の中国への波及を予想する、フランシス・福山との討論の中で、初めて、アラブの冬を予言する言説を行った。私が中東について理解する限りでは、西洋諸国はあまり喜びすぎない方が良いという結論に立っている。それは、アメリカの利害に対して、甚大な問題を投げかけるだろう。今 アラブの春と呼ばれている。それは、まもなく中東の冬へと変わるだろうと考えている。ワルシャワ大学の学者たちは、アラブの春は始まってから2014年までの4年を経て、完全にアラブの冬へと転換したと分析している。ジェームズ・ワイシムス・ジュニア教授も、この見解を支持する文章を2017年に、リッチモンド・タイムズ誌に投稿している。2016年前半。 エコノミスト氏は、アラブ諸国の状況を、史上最悪と断じ、アラブの冬が進展していると論じた。イスラエルのシンクタンクであるモシェ・ダヤン中東アフリカ研究センターの2014年1月の分析によると、アラブの冬を通じて、アラブ世界で80億ドルが費やされた。この年の時点で、シリア、エジプト、イラク、ヨルダン、 レバノンの1600万人が人道援助を必要としているとされた。一方で、エコノミスト氏は、アラブの冬で不安定になったエジプトやチュニジアの代替として選ばれるであろう、マルタが利益を得ているという見解を示している。ベールートアメリカン大学の研究によると、2014年夏までにアラブの春により25万人以上の死者と数百万人の難民が発生した。 アメリカの保守派政治コラムニストのジョージ・ウィルは2017年前半までにリビアで3万人が死亡しシリアで22万人から32万人が殺されシリア内戦だけでも400万人が難民になったとしているシリア内戦から逃れてきた人々のためのトルコ国境の難民キャンプ中東や北アフリカでの混乱と暴力の連鎖は ヨーロッパへの大規模な難民移動を引き起こした。かつて、ベトナム戦争に関連して使われた、ボートピープルという言葉が、リビアなどで家を追われたり、亡命を試みたりして、欧州連合圏へ脱出しようとした人々を指す、言葉として復活した。安全を求めて、多くのリビア人やチュニジア人が地中海を渡ろうとしてきたことで、ヨーロッパ南岸諸国の政治家や民衆の間では、 人々の洪水が押し寄せてくるという恐怖が巻き起こった。そのため、ヨーロッパ側の国々では旧ごしらえで関連立法が進み、海洋をパトロールして難民をコントロールする試みが見られた。ありがとうございます。